冬休みもついに終了。やっぱ真冬の登校は生足 JK には知れんね。それよね、アキシも朝起きて、やべ、すね毛剃ってないわってことに気がついて、朝一ですね毛剃ったわ。へぇ、それは剃らない方が暖かかったんじゃね。英気、女子力低いわよ。乙女、乙女の身だしなみよ。乙女の身だしなみ。ふ、2週間ぶりのアキシに、男子は大喜びだわん。そうねきっと。お、英気にあんちゃんをさ。その声は主ちゃんって。なんじゃその格好。格好？主ちゃん、学校に来たんでしょあんた。もちろん。じゃあ制服着なきゃダメだろ。あー、しまった。正月ボケで私服出てちゃったー。視聴者様、身の回りのヤバい子。3学期初日、正月ボケで私服登校。だから二人ともそんな驚いてたのか。いやいや、普通に遊びでその私服着てきてもめちゃビビるわ。ふ、おしゃれだろ。てかさぬしちゃん、素朴な疑問、寒くないのその格好、今二度だけど。ん？寒い？いやめちゃ寒いー。いや今更かーい。はい、ってことでこのおバカちゃんは放っておいて。本日は早くも第7回目、視聴者様身の回りのヤバいやつ茶番。お楽しみください。ぬしさまるでー。いやー、まさかの届いちゃったね。うん、完全にランプで天井にタッチしてたわ。身長はあまり変わらないのに、私なんか全然届きそうにないんだけど。やっぱジャンプが悪いんじゃない？ランプ？それか、何か高く飛ぶコツが？大事なのはイメージ。主はよくゲームでマリオ遊ぶんだけど、マリオのジャンプってすごいじゃない？あれを強くイメージして飛んでる。まあ要するに、マリオジャンプだな。なるほど、私もマリオは結構やるから、OK。あのイメージね。華麗に飛んでるマリオの姿を強くイメージして、自分もマリオになった気分で。了解、試してみるわ。私はマリオ、飛べる、高く飛べる、おやいやすげぇ。やばい、めっちゃ飛べたけど、思いっきり学校の天井に穴開けちゃった。視聴者様、身の回りのヤバい子。マリオジャンプで、学校の天井破壊。いやいや、人間狂気っすか。ははは、この学校の諸君に主からお年玉じゃ。今からゆっくり起用カードをここでばらまく、欲しいやつは拾えー。やべえ、おかしいやつが、しかも遊戯王じゃなくてゆっくり利用って、しかもこの3枚の効果、おい封印されしかマリサ、何をするんだ一体。視聴者様、身の回りのヤバい子。学校の廊下で、遊戯王カードばらまくやつ。まあね、こっそり持ってくる生徒なら結構いるかもだけど、それを堂々と廊下でばらまく、確かにかなりヤバいやつだな。あ、ちなみにこの3枚のカードは非売品です。どこでも買えないのでご注意を。大丈夫、そもそも売ってても誰も買わないから。おい、二人とも早く給食食べちゃって、外に遊びに行こうぜ。早くしないとゴール取られちゃう。その前に主君、そのまがまがしい色の物体はまさか。私たちと同じ給食。あ、一個一個食べるの面倒だから、全部混ぜた。牛乳もプリンも？気持ち悪い。視聴者様、身の回りのヤバい子。デザートも給食すべて、ごっちゃ混ぜ。想像するだけでもうまずい。私もダラダラしてました。やっぱお正月はダラダラよね。ニトリちゃんは？私は、祖父の姿を見てあげたら、すぐに寝ちゃいました。おいくら、おじいちゃん絶対髪の毛真っ白だったろ。そういう先生は、どんなお正月だった？いや、それがうちはこのお正月、待望の赤ちゃんが生まれまして。おー、マジか。そういえば奥さん妊娠中とか言ってたもんね。おめでた、名前は決めたんです。僕の名前が主、奥さんの名前がガッキーだから。あ、両親の名前から一度取った時ね。そんな感じです、主とガッキーなので。名前は主ガッキーにしました。やめたかなそのまま。キラキラネーム超えた。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。